はい、今回は凡事徹底の限界というテーマでございます。速稼塾の久保でございます。凡事徹底っていうのは誰でもできることをするってこと、それを誰もがやらないレベルまでね、ずっと継続していくってことになります。キーワードは継続なんですよね。1回や2回はみんなできるんですよ。1回や2回はみんな稼げるんですよ。で、それを1000回1万回とやり続けること、1000回1万回と稼ぎ続けることが多くの方できないんですよね。なぜなら途中で辞めてしまうんですよね。その辞めるっていうのが最も私たちの敵なんですよ。なぜか辞めてしまうんですよね。どうしてなのか、これをねしっかり考えた時に、私たちはやっぱりね、できる範囲のことしかしていないから辞めてしまうんですよ。もう限界だと自分で考えてしまうこと、まあこういうとね、かなり概念的な話になりますけども、やっぱり私たちはね、まあ本当にね、特別な人にならないといけないんですよ。平凡に逃げ込むんじゃなくて、普通の人に甘んじることなく、特別な人間であり、特別な結果を導き出せる人間になっていかないといけないと思いますから、どこかでね、自分の存在っていうのが際立っていかないといけないですよね。これ客観的にもそうですし、主観的にもそうなんですよ。例えば、YouTube のアップロード1万本っていうのはね、確かに振り返ってみたら、誰もやってる人いないなと、特別だなと思うわけですよ。これ客観的にも、主観的にもですよ。で、こういったものが残せていかないと、最低限ですよ、最低限こういったものが何個か残せていかないと、それは差がつかないですよって話なんですよ。プラスですね、こういうことをやったからといって、約束された結果っていうのが何一つないっていうところに挑む、この勇気ですよね。こういうのも必要になってきます。やっても無駄かもしれないなと思った時点でもう普通の人なんですよ。メリットがないことはもうやりたくないよっていう時点で普通の人なんですよ。ギブアンドテイクを求める時点でもう普通の人なんですよ。もう普通の人だと普通の結果、要するに暮らすのがもうやっとっていうのがね、今普通の状態ですけど、こうなってしまって終わりです。まあ、ですので私はね、凡事徹底って言葉は実はね、ものすごく希望を抱かせる言葉であると同時に、最もね、恐ろしい言葉だと思います。なぜなら徹底ができないからなんですよ。凡事ってのはみんなできるんですよ。でも徹底ができないんですよね。適度に力を抜く、適度に息を抜く、これを容認して普通の人になってしまう限り、凡事徹底というのは難攻不落のね、ことわざになってしまうんじゃないかなと思っております。私はこれからも凡事徹底をですね、生涯貫く決意であります。というよりも決意なんてないんですよ。なぜか知んないけど体が奥くんで、私は努力が頑張るっていう概念なしにここまでやってきてるんですよね。だからね、どうなってるんですよ。これもだから特殊技術なんですよね、きっとね。生き切ってるって話なんでしょうね。なんでこうなるのかってことはまたね、別のテーマでお話したいと思います。